皆様おはようございます。朝8時の北海道は東鹿郷駅です。今日は朝5時49分に始発の滝川からこのキハ40でやってまいりました。名列車で行こう。根室本線全線走破、滝川から根室への鉄道の旅スタートです。代行バスに乗車して新徳へ向かいます。どうぞよろしくお願いいたします。東鹿越から新徳の間は代行バスが運行しており、この代行バスは富良野市に拠点があります富良野バスが行っております。さあ早速乗り込みましょう。キハ40からの乗り換え時間は5分、東鹿越駅を8時6分発車となりました。先ほど滝川からやってまいりましたキハ40とはお別れとなります。車内は10人くらいのお客様がいらっしゃいますが、その8割は鉄道で旅をしている方だと思われます。本来であればキハ40でカリカチ峠を越え新徳へ向かっていたと思われます。東鹿越駅を出てしばらくの間は金山湖沿いを走っていきます。代行バスの区間は東鹿越から新徳の間 41.5 キロ、途中の駅は生虎と落合2つの駅を寄っていきます。所要時間は1時間8分かかります。列車がこの区間を走っていた時はどのくらいの所要時間がかかっていたのでしょうね。お分かりの方いらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。普通区間となっている踏切を越えていきます。やはり普通区間になっているとバスは踏切でも止まらないんですね。代行バス最初の停車駅となります生虎駅に到着しました。この生虎駅は高倉健さんのポッポ屋のロケ地としても有名な場所です。私も一度訪れてみたいと思っています。代行バスで乗り換えの時間を考えながらこちらの駅に下車しようとするとなかなか厳しいものがありますので、今度車で訪れてみたいなと思っています。ポッポ屋の映画の撮影に実際に使用されましたキハ40760番台を見ながら生虎駅発車となります。映画のセットがまだそのまま残されていますね。しばらくは田園風景の中を走っていきます。代行バスから見る車窓の景色も綺麗ですね。代行バスに揺られながら今回は私と根室本線について語ってみたいと思います。私は高校生の時まで十勝地方の根室本線沿線に住んでいました。ただこの東鹿越と新徳の間を一度も列車で乗ったことがありません。今考えるととても悔やまれますが、その当時の自分を振り返ってみました。私が小学生から大学生の時期というのは鉄道が大きな変革を迎えていた時期です。石勝線が開業して特急のスピードが大幅にアップ、道東と札幌の所要時間が大幅に短縮し、さらに国鉄が民営化し JR となった時期です。当時はリゾートスキー場がとても注目を浴びていて、新徳の札幌やシムカップのトマムなどへ新しいリゾート列車がたくさん作られて走り始める、そんなワクワクする時期だったんですね。当時私は自然豊かなど田舎に住んでいましたので、札幌のような都会に憧れを抱いていました。よってローカル線に目を向けていなかったのかもしれません。自分がアルバイトを始めて自分のお金で列車に自由に乗れるようになったのは大学生時代。田舎に住んでいた当時の私にとって憧れていたのは新しい路線、石勝線を走るリゾート列車や特急列車、そして寝台列車の北斗星などでした。近代的な乗り物にワクワクしていた私にとって、当時ローカル線になっている滝川新徳間は目を向けられなかったのかもしれません。今の若い世代の方々は今あるもの、今長年残っている連車を重んじて記録に残している方々が多くて、本当皆さん素晴らしいなと思っています。代行バスはカリカチ峠を通過中です。車窓から見える山の景色とっても綺麗ですね。カリカチ峠を下り坂に差し掛かったところで途中左に曲がり、この代行バスは札幌リゾートにも寄ります。まさに直接スキー場に行けるというのはバスの利点でもありますね。鉄道の在り方を考えさせられる、そんな瞬間でもありました。札幌リゾート駅を9時に発車していきました。カリカチ峠を越え平地に戻り、この代行バスは新徳へ到着となります。バスが観光用というのもありまして、とても快適に過ごすことができました。さあ降りましょう。
降りるときに鉄道の切符をバスの運転手さんに見せるというのも少し違和感がありますね。1日4便の代行バス、次の発車まで約5時間ぐらいありますね。このバスはしばらく発車がないので回送になりそうですね。新徳駅での乗り換え時間は11分。さあ早速新徳駅に入って列車に乗り換えましょう。今日は天気もいいので根室まで車窓がきれいに見れそうですね。代行バスも良かったんですが、また列車に乗れるという安堵感もあります。新徳駅の発車時刻表がアニメーションになっているというのも面白いですね。11分の間に駅そば食べていこうかなと思ったんですけども、空いてませんでした。いや、美味しそうですね。380円から食べられるというリーズナブルさもいいですよね。新徳駅には売店もありまして、ここに地酒の焼酎なども売っています。こちらの売店ですね、普段袋に入っているようなチョコレートなどのバラ売りもやってるんですね。10円、20円で売ってるんですよ。列車に乗りながらチョコレートを少し食べながら行くというのもできますので、皆さんぜひお寄りになってみてはいかがでしょうか。キハ40がたくさん並んでいる新徳駅。いやー、いいですね。私、そういえば根室本線を滝川駅から来ましたが、キハ40しか見ていませんね。いやー、これもなんだか幸せを感じます。今日の動画いかがでしたでしょうか。私はこれから新徳から帯広へ向かいます。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。